ったのでお腹がペコペコです。ということで今からお弁当を食べます。皆さん公演終わりました。今日は私クジナンとセンターに立たせていただきまして、そのねそれが終わりましてねっていう気持ちとなんか複雑な心境でございます。なんか不安な気持ちと終わった安心した気持ちとなんかありがとうございます皆さん優しいねありがとうございます。ゆななんが朝神そこにいるゆなありがとうございました。ちょっと今日はやっぱ初日やしいっぱいいっぱいっていうのもあってなんかやりたかったことがうまくできなかったこともまああるっちゃあるのでね、ちょっと次の公演でもしセンターでできるならもっといいものをねお見せしたいなと思います。ということでご飯食べるぞ。見て今日のご飯はこちら、チャッチャラチャーン、なんかつみれハンバーグみたいな。あーね、めっちゃ揺れるよね、うまそう。まずはこれから食べる。なんかペコペコだよ。なんかクマすごいですよね。私クマやばいんですよ、なんかやばいし、なんかメイクがなんか落ちてね、余計クマになって、うまっナングラサインもありがとう。びっくりしました。私ね、その結果発表のツイート見てなくて、ニュージャーさんに、はいこれ3位の分って書いてるの、何何と思って、何何と思ったんですよ。そしたらまさかの、一緒に考えてくれたみんなのおかげですわ。スタバカードいただきました。ハンバーグ食べたい。皆さん、どうでした？センター良かったって言ってくれて嬉しい。めっちゃ揺れててごめんなさいね。母さん、一度ディズニーの話するようにしたい。あのね、またなんかちゃんと時間があるときに、ショールームやったらちょっとバンされそうで怖いから、インスタライブでしないなと思うんです。だからちょっと待っててくださいね、時間があるときに。ちょっとしたかったんやけど、最近はね、今日のこのポジションの練習とかであんまりちゃんと時間がなくてね、焦ってやるのも嫌だったので。なんかね、ちょっと久しぶりにブログも書きたいなと思うんですけどね、なんせお時間がお時間がありますかどうかですかねって感じで、書きたら間に合ったらちゃんと書きます。んブログって何時までなんやろ、覚えてる？ブログ何時までか。マジもう終わってやん、分からへん、もうアウトかもみんな。もうアウトかもしれんから明日あげる可能性高々です。高々。だから明日ですわ、多分もう間に合わへんわ。もうなんなら過ぎてるかもしれへん。アキラ先生いる。え？絶対偽物やん。え？絶対偽物ですよ。ね。なりきり？え？
本物？なんかセンターって私ミア逃げない公演の時にね、太田梨央奈がいない時に本当にほんまに一回いや偽物ちゃうわ、え？ほんま？そのいや偽物ちゃうわもう嘘なんじゃないですか？え？え、どう思う？え？え？私は騙されないじゃん。何の話してたか忘れてしもうた。何やった？何の話してた？あ、そう、夢逃げね。夢逃げで本当に一回だけセンターやったことがあったんですけどね。もうそんなのは初期の研究生の頃で。ガチで本物なんですか？え、一応挨拶しとこか。本物？お疲れ様です。え、本物だったとしたらなんでこんな配信見てるんですか？え、前にゆうかさんが確認した本物だった。え、ガチ？なんでそんな。なんでそんな見るようなもんじゃないんですよこれ。でね、夢逃げの話に戻りまして、キャラ先生たまに来るで、何してるんですか？え、面白い、びっくりです。今日も美味しい夜ご飯食べてますか？いつもめっちゃ美味しい夜ご飯を食べてるらしいので、あきら先生はいいですね。私も今美味しいお弁当を食べてます。暇人なんかな。暇人なのかもしれないです。人生で2回目のセンター、センターはやってみてすっごい難しくてすっごくわからなかった。なんかすっごい難しかったし、なんか正解がわからないし、センターをやられてる方は本当にすごいなと思いました。ほんまにすごい。もうやっぱ今日一緒に出てたメンバーがもう半分以上が違うチームなんですね。だからしかも7期生8期生の子も出てて、あんまり一緒に声出たことがなかったり、しっかり話す機会がなかったので、なんかもっとねいっぱい喋ったりで、その子のこと知っていきたいなと思います。うん、4人なんですよね、 N がね。もっとなんかいいものにして、なんか見てくださいって言えるようになりたいな。今の私はまだなんか先輩とかにも頑張ってますって言えるようになりたいけど、今の私はまだかりんさんとかに見てくださいって
言える気持ちが半々ぐらいしかない。自信もないので、もっと頑張らないと。コメント読んでや、読んだで今。本物か偽物か分からへん、あきら先生からのコメントお嬉しいコメントですこれは嬉しいコメントを送ってくださっております。メロスの霊骨の絡みよかった。お、なんかね、練習してる時からね、なんかやっぱ弱いよなって自分たちでも言っててね、なんかこうムーってやる時とかも、なんかもう強くやろうっていうのをやって、本番はもうめちゃもうね、ここのね骨がね、なんかきしむぐらいそれは思ったかな、ちょっと骨にねちょっとねグーって圧がかかるくらいやったんです。息を合わせて、あきら先生本物って、じゃあ信じましょう信じます。やったー、嬉しい、嬉しいです、こうやって言ってもらえて。初見です、どうも、はじめまして。N 対 M 対決もうなんですよ。あそこのね、そういうポジションっていうのをこの N コインではすごい大事にしてて、戦うシーンとか、戦うシーンがあるからあのポジションに霊子を入れたっていうのも理由があるんですよ。宇宙人もはるちゃんがやってるのと、なぎささんがやってるのと、かりんさんがやってるのは、もう何回も見て。ね、何回も見ました。でもね、やっぱりなんかフリーのとこ、自由なとこが多いから、そこでいかに自分っぽいものをやるかっていうのもめっちゃ難しくて、見てもう前髪がもう見て死んでるんですけど、もうすっごい邪魔、前髪。難しいな。難しいけど楽しかったです。やばい、このお弁当めっちゃ美味しい、うん、ニューロクシンパシーのあのイントロの伝言ゲームね、私いつも一人目やから私が考えて言う人なんですよ。やのに今日初めて聞いて伝える側の伝言ゲームで、もう全然分からへんくて、全然分からんくて、えって言ってた、えって分からん、なんてえのえって言って、その後横の人とかもみんな分からんって言ってた、めっちゃ分からんかった、ほんまに分からんかった、え分からんって、ほんまに分からんかった。ユナなんて言ってたやろ、ユナのがいつもの私のポジションなので。
なんかね、やっぱりね、客席で私のうちわを持ってくれたりしてる人がいればいるほどテンション上がるし頑張れるので、ぜひ皆さんお願いします。あ、みなな、はい、16シンパシーのイントロなんて言ってた？イントロですか？うん、好きって言いました。全然わからなかったですか？だから、なんてってなった。多分隣の千代も多分分かってなかった。多分一発目で多分分かってなかった。あ、もう一人目の分かってなかった、はい、無理やん。そうなん？そうです。じゃあ次も楽しみにしてます。はい、ありがとう。お疲れ様です。バイバイ。うん、まあ今日のお弁当えぐい。私白米はあんま好きじゃないんですけど、雑穀米とかなんか五穀米とかじゃないですか、そういうの大好きなんです。このお弁当がそのお米で美味しい。なんでやねんって言ってるんかと思った。いや、初めはなんでやねんって言ってたんですよ。でも一時からなんか伝言ゲームにしようやっていう風に、なんか N のこう面白さ、なんか楽しさを出すために伝言ゲームしようやっていう案が出て、そうやるようになったんです。もう15分経った、終わらない。ね、終わらない。今ね、映ってるからちゃんとね、ご飯ゆっくり食べてますけど食べてますけど、カメラ切った瞬間怪物みたいに食べますからね。私楽しいはずが大好きです。私は楽しいんだよ。楽しいよ、いつも。いつも楽しんでやります。うん、まあちょっと、そろそろ配信終わりたいと思います。すごい賑やかになってきました。ね、めちゃめちゃ盛り上がってきました。なんか、うん、そしたら。結局はあきら先生のコメント、あ、いや、はい、ちゃんと私には届いております。そしたらそろそろあれを、あれランキング読みます。エンジンは私がやりました。みおさんと分担していろいろやりました。13位ケイタさん、12位マスオさん、11位オリアジュッシーさん、サンダー、10位トニーさん、9位ジャスティン・ボーさん、サンダー、8位アルマサトリアさん、7位テルキチさん、6位ケイコちゃん、5位ユーリさん、4位山田健優さん、3位しおりさん、にやさん、いちまさゆきさん、ありがとうございます。韓国の名前の方が2人も、はい、そうそう、かむさみだ。以上、韓国に住んでるんですか？韓国사람이에요？댓글보내주세요。それでは、それでは、こんばんは。それでは皆様、配信終わりますわよ。バイバイ。ありがとうございました。また夢の国のカタローの会インスタライブでするので、その時見に来てください。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。